人間よ、そなたは光を信じるか。あなたの背中にまばゆい光が見えます。これは天啓の輪。神が庭園を創造した時、万物を照らした光だ。光が庭園に満ちてこそ、そなたらは庭園を見ることができる。光を信じるならば一筋持っていけ。魂の海で迷わぬよう、そなたの道を照らしてくれるだろう。復活は恵みではない。愚かな魂は魂の海に封じられ、永遠に眠るだろう。はっ、まったくバカバカしい。このじいさん、怒ると魔法師っぽくなるんだな。こんな馬鹿げた邪説が多くの人を惑わしていたとは。信仰を失うと、やはり人はこうも愚かになるのか。お、なんかついてるぞ。ただの哀れな魂じゃ。わしについても何にもならん。ロザリアのような優しい霊体がなぜこんな姿に。霊体になると肉体の束縛を超えて魂の力を解放できるが、神の祝福を失い魂の力を回復することも、婚脈に帰ることもできんのじゃ。わしについた哀れな霊体はもはや人の形を保つこともかなわん。ただ本能的に自らの存在を長らえさせようと、温かく感じる魂に近づくんじゃ。はあ、いくら闇夜の明かりが明るくとも、盲人の瞳を照らすことはできまい。この霊体も近いうちに消えてしまうのですね。全ては異端の所業によるもの。邪悪と影を払いのけるためには、神の光で再び庭園を照らすしかない。これがわしの旅の意義じゃ。異端者ども、異端者ども。そんなはずない、そんなはずはないのじゃ。そんな、まさか、おいじいさん、どうしたんだ。その目はどうしたんですか。魂の海で何を見たというのじゃ。あんなに輝く魂が、眠る魂が。あそこじゃ、わしは見えた、わしは見えてない。愚かな魂は魂の海に封じられ、永遠に眠るだろう。愚かな魂は魂の海に封じられ。もう何の言葉も届かないな。どうして急にこんな様子に。彼は一体何を見てしまったの。愚かな魂。肉体の束縛を超えてこそ、強大で自由な存在となれるだろう。肉体の束縛を超えてこそ、強大で自由な存在となれるだろう。この嘘つきどもめ、信じないぞ、どんな声も。この完璧な、真に完璧な。うわ、この抜け殻喋ってる。こうは待って、なんだか見覚えがあるわ。もしかしてイーサンさん。やっと答えを見つけた。もう怖くない、消えない、死なない。お前らに収穫されない。永遠に存在するんじゃ。自分の世界で永遠に。恐ろしい。人間はなんて恐ろしいんだ、ライネちゃん。魔法で自分の肉体を石郎にして自ら魂を閉じ込めたなんて。こうすれば魂は混脈に戻ることも、体を失った魂のように消えることもないけど、彼は何を恐れているの？恐怖がこんな形で生きていくことを選んだのか。屍の石楼で魂が散るのを防げたとしても、こんな形で流らえて本当に生きていると言えるの？もう一人の巫女の行動も計画通り、全ては偉大なる存在のために。いつかあのお方が真なる楽園へ導いてくださるでしょう。お前の努力は全て見届けた。神はお前の成長に満足している。強くなり続けるのだ。あの仮面をかぶってるやつの目的は何なんだ？あれ、前にここを通った時、門は閉じていたはずなのに。ああ、あの間抜けな鳥が言ってた禁足地はここで合ってるはずだけど、鍵はとっくの昔になくしたって言ってなかったか？じゃあこの門を開けたのは誰？ライネちゃん、入ってみようぜ。禁足地にはきっとお宝がたくさんあるぜ。42さんだわ。なぜここにいるの？強烈な魔法の痕跡がある。少し前まで戦いがあったんだ。42の相手はこいつだろう。強力な魔法師みたいだ。それにどこか見覚えがあるような。42さん生きているけど体に魂がないわ。こいつもそうだ。2人の魂は多分一時的にどこかの魂の領域に入ってるんだ。侵入魔法みたいに。ライネちゃん、42たちの戦いはまだ終わっていないかもしれない。42さんは先生を救ってくれたわ。私たちも魂領域に行こう。彼女の役に立てるかもしれない。ダメ、入れない。42さんがいる領域は特に強力な結界に包まれてる。私たちの力だけじゃとても近づけないし、迷って出られなくなる恐れもあるわ。じゃあこっちのやつに試してみるか。ライネ、どうしてここに？外にいるはずじゃ。いや、あなたはライネじゃありませんね。私を知っているの？どうやらガイダーが失敗したようですね。いずれにせよ器は完成しました。彼女の努力も無駄にはなりませんでしたね。見くびらぬよう以前から忠告していたのに、全てを理解したつもりになって。やっぱり黒幕とつながっていたか。42はどこだ？しかしそれもさまつなこと。私の領域に来た以上、あのお方のところまで導きましょう。私たちはまたあなたを失望させてしまいましたが、あなたの子はすでにあなたのもとへ帰ったでしょう。ライネちゃん、42はこの悪者の魂領域にはいないぜ。じゃあどうすれば彼女のいる領域に入れる？フクロウに聞くのがいいと思うぜ。確かに彼なら魂領域についてよく知っているはず。彼女の死体も甲骨として収めましょう。ライネちゃんがそう言うなら、またはぐれ者になって庭園を荒らさないためにもな。イフ、この鏡どこかで見たような気が。これは風の巨人の実像の鏡だ。なるほど、こうして魂の海をつないでいたのか。ライネちゃん、俺の推測は正しかった。アトモスと魂の海の結びつきを妨害してた奴がいる。あの魔法師なら倒したから、風の巨人様はもう大丈夫だね。多分な。やっぱり俺様がいないとな。だからライネちゃんは心配しなくていいって言ったろ。いずれ彼女を目覚めさせる方法も見つかるって。さて、彼女が目を覚ましたらもう一度話を聞いてみようぜ。まだ時間がある。友達を助けるために彼女の魂領域に入ろうとしたら、強力な結界に妨げられてしまいました。それに魔法を使った時、まるでそこにとどまれば道を見失って二度と帰れなくなるような不安な気持ちになったんです。もし対象の精神力が君をはるかに上回るなら、魂領域は君の侵入を防ぐこともできよう。だが君の話だと、おそらく邪魔をしたのは友人ではなく海だ。友人がいるのは魂の海で、あの果てしない海が君を迷わせようとしたんだ。魂の海けど、42の体と魂のつながりは切れてなかったし、まだ生きてたぜ。魂の海に戻る方法は死だけじゃない。実際、水の巨人のような生命体が魂の海の中でも自由に動けるしな。ライネ、君たちが持つ仮面は、元は人間が混脈と魂の海に入って研究するために作られたものだ。ただ、仮面は素材の入手も製造も困難を極める。こんな仮面はかなり珍しいんだ。ライネちゃん、あのバカ魚がこの前も仮面を直してくれたよな。もう一度会ってみようぜ。あくまで俺の推測に過ぎんがな。俺とて魂と魂の海についての知識は浅いんだ。はい、わかりました。ありがとうございます、フクロウさん。くれぐれも気をつけて。アルス、聖火隊の隊員から仮面の破片を見つけたぜ。ライネちゃんが持ってるのと似てるな。王城は昔、追名の面、魂の力によるダメージから身を守るための宝物を作ったの。聖火隊の隊員が持つ仮面はライネちゃんです。神柄この亀導くには私と契約する必要がある。魂の引導者様、私の仮面を修復する方法はありますか？私ならできるが材料が必要だ。バカ雑魚な、どんな材料が必要なんだ？他の仮面のかけらのようなルカの気配を宿すマテリアルだ。導くには他の仮面のかけらを持ってきました。よろしい。仮面とかけらをこちらへ。導くには他の仮面のかけらを持ってきました。よろしい。仮面とかけらをこちらへ。導くには他の仮面のかけらを持ってきました。よろしい。導くには他の仮面のかけらを持ってよろしい。導くには他の仮面のかけらをよろしい。他の仮面よろしい。ライネ先生、先ほど私に訓練をつけてくれたのはカリンさんに招かれたからとおっしゃってましたが。カリンは私の同僚でイセウス様に重用された研究者よ。戦争に使われた技術の多くは彼女の研究の成果よ。大爆発以降彼女には会えていないわ。彼女は研究で忙しくて聖歌隊隊員たちの育成を私に任せてくれたの。ライネ導くには他の仮面よろし。導くには他の仮面のかけらを持ってきました。よろしい。仮面とかけらをこちらへ。仮面の修復が完了した。再び魂の海に入る時にはきっと守ってくれるだろう。でも魂の海に入って友を助けるならばこの仮面だけでは足りない。おい、なんで俺たちが42を探してると分かったんだ？テレパシーでも使えるのか？イグニス、この庭園の混脈と周辺で起こったことで私が知らないことはない。それにちょうどあなたたちに目を向けていた。魂の海はもともと私の魂領域。ルカとの約束で今は庭園全体のものになっているが。そんな話初耳だぞ。魂の引導者様、魂の海に入るには仮面だけでは足りないとおっしゃるのですか？結界を切り裂くための剣と方向を見定めるための光がいる。魂の海に入るのはただの始まりに過ぎない。あなたたちがこれから直面することにも必要だ。剣と光？若魚、もしかしてこの無名と典型の輪のことか？さて、私が役に立てるのはここまで。仮面の修復に手を貸したのは、仮面はもともとあなたたち人間が作ったものだから。それ以外のことについてはルカのためにもこの世界のあらゆる可能性へ過度に干渉すべきではない。ご協力本当にありがとうございます。導くには帰りましょう。ああ、ライネちゃん。うわあ、ライネちゃん、本当に42がいるぜ。なぜあなたたちがここに？あなたが誰かと戦った痕跡を見つけたの。でも体に魂がなかったから、もしかしたら助けが必要かもって。アロスから全部聞いたぜ。助けてくれたんだってな。俺は公平だからな。今回はこっちが助ける番だ。何があったの？あなたが攻撃しているのは記憶水晶？彼女はイセウス、かつての人間の将で王城の大司祭だった。今まさに復活しようとしているわ。何度倒しても魂を傷つけられなくて、体が再生するのをなすすべなく見ているほかなかった。でもなぜ彼女はここに？なぜあなたは戦っているの？イセウスは魂の海の力を得ようと魔法で人の井戸と海への通路を無理やりこじ開けた。でも海の力は人間の想像をはるかに超えていて、あの大爆発が起きてしまった。通路から溢れた水は洪水となって王城を沈めて、イセウスをも海に引きずり込んだ。彼女は生き延びたけれど、肉体と魂は絡み合い、一緒にここに閉じ込められていたの。それで彼女はあの爆発を風の井戸で再現して、溢れた洪水に乗ってここから脱出しようとしていた。カリンがその計画の実行者だったのよ。アトモスの井戸を爆破？この人間狂ってるぞ。それだけじゃないわ。聖火隊の巫女計画も、私に刻みつけた印も、彼女がここを脱出するための手段だったの。聖火隊？もしかして私も彼女の計画の一環？気をつけて。また復活したわ。ミコか。手間が省けたな。ライネ！おのれ、よくもライネを。私は大丈夫よ。妙な記憶が頭に入り込んできただけ。42、あんたさっきあいつの肉体と魂が絡み合ってるって言ったな。それなら俺とライネであいつの魂領域に入ってみる。あんたは肉体を攻撃し続けろ。同時に倒せばきっと。分かった。気をつけて。イフ、ついてきて。親愛なる巫女よ、あなたたちは新世界に不可欠な一部よ。できればこんな形で会いたくはなかったけれど、あなたの計画には絶対乗らないわ。この世界がルカの気まぐれなおもちゃに過ぎないと思ったことはない？黙れ！また神を侮辱する気か。巨人よ、あなたはどれほどの間神に会っていない。まだ彼女の存在を感じられる？彼女は今どこにいるの？彼女はもういない。そして彼女がいつ戻ってくるか、あなたにすらわからない。お前。ルカの最初の作品は、人間ではなく、原初の生命たち。でも、彼女は最後に自分の姿に似せて私たちを想像した。なぜと考えたことはない？ライネ、なぜ彼女は私たちに完全な自由を与えながら限られた命で私たちを縛るのか？何を言っているの？魂の海に入ることができるあなたたちなら、その海の深淵に何があるか見ることができるはずよ。またザレ言。ライネちゃん、42がまだ外で戦ってる。もう話してる暇はないぜ。何を言おうとあなたの言いなりにはならないわ。どうやら全人類の未来は今のあなたにはまだ理解できないようね。まだ諦めていないのか、我が子よ。今度は違う。彼女を信じてるわ。あいつの技が途切れた。42があいつを倒したようだな。私の目に狂いはなかった。少しもったいないけれどごめんなさい。やったか。42さん、魂領域で彼女を倒したけれど彼女の記憶水晶は消えていないわ。あいつの記憶水晶が割れる。よくやったわね。でもまだやることは残ってる。42さん、何をするつもり？イセウス、あなたがくれた鍵は時が来るのを待つ必要はなさそうね。私はこれからこの橋を渡ってあなたと共にあなたの新世界へ行くわ。来年イフ、まともに会ったのはこれが初めてね。話したいことはまだたくさんあるけどまた今度ね。さようなら友人たち。さようならこの世界。